はドラクエレボエンス続きやっていこうと思います。今ですね、天空の古戦場のキャンプのところからね、少し歩いてきたところに来てます。ということでね、今回確かこっちだったんだよね、先のルート。先に進んで、あ、そう、まあね、宝箱とかね、あんまり回収してないんですわ。なんかどこから入れなかったっけで、まあとりあえずね、先に進んでいこうかなと思います。ね、レベル上げも少しだけしてきたかな、本当に少しだけ。で、セーニャがレベル45でね、ザオリックを覚えてくれたので、もうとりあえずいいかなみたいな。ようやくね、ザオリック来ましたわ、ありがたいね。こちら石碑に文字が刻まれてる。どうやらかつてこの地にいた神の民が書き残した記録のようだ。この島を舞台にした戦いは激しさを増し、悪やつ邪悪の神の眷属たちとの間でたびたび大きな戦いが繰り広げられた。平和だったこの島もすっかり荒れ果て、いつしかこう呼ばれ始めた。終わることなき天空の戦場と。ほう、え、ボスバトルなったっけな、あんまり覚えてないんだよな。よいしょ、あ、ちょっと待って、あ、なんかこうバニーちゃんいた覚えありますね。宝箱取りましょう。よいしょ、あれ、しぶく聖女の誓い、うー、防具である。じゃあちょっとあのバニーちゃんに話しかけましょうかね。こんにちは、お兄さん、パフパフしない？お願いします。はい、仲間に話しかけたら何かあるのかな。パフパフやりましたわ。ふんふん、特になんか大丈夫かな。よし、行きましょう。あれ、バニーちゃんこっち行った？いた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 、はい、え、これ何だったっけ、下に降りちゃうやつ、大丈夫かな。緊張しなくていいのよ、力を抜いてリラックスして。あ、声が入ってる。まあ、すっごい筋肉、ずいぶん長い旅をしてきたのね。はい、大丈夫、きつくない？我慢できないなら遠慮なく言って。あ、わかった、これバンジージャンプのやつか。よし、できたわ。はい、目を開けていいわよ。はい、まあ、特になんかストーリーに絡むことでもないイベントでしたね。まあでも面白かったわ。よし、わ、え、ドラゴンゾンビだけこいつ起こさないように。よいしょよいしょ、目覚められましたか。あ、ちょ待って、ちょ待って、戦いたくない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 。あ、宝箱がある、取りたい。うえ進化の秘石、はい、
わぁ。よいしょよいしょよいしょ。あ、開かない。あれ、こことかじゃなかったっけ。違うか。よいしょ、ちょっととりあえず登ってみよう。時の水晶、よっちさん。あー、どうしようどうしよう。ようやく言葉が見つかったように道に迷っちゃったよ。ここどこ。あれ、あなたは勇者様。あ、ありがとうございます。来た、冒険の書。始まりの祭壇、ドムドーラの町。あれ、ドムドーラってなんだっけ。321のどれかだよな。はい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 、はーい。お、八千族ちょっと見つけられて嬉しいな。はい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 。結構ね、ここも入り組んでるダンジョンなんすわ。よいしょ、ヘビーメタル。お、宝箱も取って、輪廻の盾装備ができないんだよな。私なんかさ、縛りプレイとかなんか絶対途中でリタイアするって思ってたのに、思いのほか続けられてるからびっくりだわ。にあたり平和だったら訪れた者に恐るべき邪悪の神が現れた。その力は絶望的なものに強大だ。あの闇の地下に対抗できるとすれば、この地位にある神聖なる鉱石で期待し、武器とそれを手にして勇気あるものだけだろう。あ、この先っぽいね。めっちゃいる、浮いてるタイプのキラーマシン。青い宝石と、よいしょ。くぅうおーうおー、キラーマシン2。痛い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 。ちょ、まあひどいこれ。あ、なんかこっち側だった覚えがあるな。ここ登ってった先だよね、確か鉱石あったの。ボスバトルなかったような記憶もあるから大丈夫かな。お、来た、秘跡の眠る地ということはこれですな。これが先代勇者ちゃんが手に入れてた鉱石なのかしら。おいおい、マジか。ひょっとしてこいつは。カミちゃん、どうしたの。すげえぞ。こいつは各地に伝わる財宝伝説に登場する古の神の金属、オリハルコンだ。おお、オリハルコン。なんと、オリハルコンじゃと。わしも文献で目にしたことはあるが、この鉱石がそうじゃというのか。間違いねえ。お宝のことなら俺の専門だ。世界で一番珍しい貴金属としてマヤからも散々聞かされてるしな。うん、まさかこんなところにあるとはな。このオリハルコンを鍛えればとんでもねえ剣が作れるはずだぜ。あ、そうか、それが勇者の剣か。オッケー、オリハルコン。わあ、綺麗ですね。これで新たな勇者の剣の完成にまた一歩近づいたってわけだ。さあ次の場所に向かおうぜ。はい、ということで、じゃあ次はサマディだね。ということで、とりあえず天空の古戦場のイベントはここで終わりかな。じゃあサマディに移動します。ここか。
勇者の星がサマディに迫っているという噂は本当だったのか。うん。おお、でかい。大樹が地に落ち、世界が闇に包まれた後、突如として落下を始めたそうだ。一体世界で何が起こっているのか。あ、ついに現れたわね。4つ。勇者の星か。ユグノアには老主様が邪神を倒した後、ロトゼタシアを永遠に見守るため天に昇り、勇者の星になったという神話がある。そう、モンちゃん以外気づいてないんだよね。4つ見えないっていうか。お主の母エレノアが好きだった老主様の神話、古代の人が作ったおとぎ話に過ぎんと思っていたが、クリオネみたいにちょっと内部で何か うごめいてるんだけど。魔王によって世界が崩壊した今この時、勇者の星が落下を始めたことを考えると、そうとも言い切れんか。うん、どうした、人の話も聞かずぼーっとしおって、しょうがないやつじゃの。もう一度わしの話を聞くか。じゃあ、はい。ユグノアには老主様が邪神を倒した後、同じかな、お主の母エレノアが、同じだね、魔王によって世界が崩壊した今、いずれにせよあの星がこのまま地上に落下すれば、サマディも無事では済むまい。はい、王宮に向かうぞ。サマディ王に話を聞いてみるのじゃ。はい、ということで、じゃあ今回ここで終わりにしておこうかなと思います。サムディの人々は神話にある通り、勇者の星がロトゼタシアを見守る神聖な星だと信じてきました。しかし勇者の星のまがまがしい姿を見て、あの星は神話にあるような尊い星ではないと考える人が多くなっています。私はその真偽は分かりませんが、あの星について何か情報を得たいなら城にいるサマディ王にお聞きくださいと。よし、じゃあ終わりにしとこう今回は。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。